今回は滋賀県ね、彦根市ですか、彦根市にやってきました。はい、ちょっと市内を散策していきたいと思います。ここが JR 彦根駅前ですね。なんかいい感じだね。なんかね、観光地って感じがする。雰囲気的に若干レトロな感じがするんだよね。で、近くに彦根城があるから後で行ってみたいと思いますね。初めて来たかな。こちらが JR 彦根駅ですね。これ駅舎かな。なんでしょう。ありますね。あ、書いてある。ようこそ彦根へ。駅前に銅像がありますね。井伊直政ですかね。かっこよすぎるね。めちゃめちゃかっこいいです。いいね。ちょっと駅舎入ってみますか。さあ、これ駅前にある AL プラザ平和堂って書いてあるね。わあ、これは駅前のアーケード街なんですけど、商店街になるのかな。あ、書いてあるね。彦根駅、駅前商店街って書いてありますね。ああ、面白いね。なんかね、なんだろう、レトロなのかな、懐かしい感じがするな。そんな感じが駅前だけだけどする。あ、こっちなんだろう。こっちもなんか、あ、こっちはこっちで別の商店街みたいだね。あ、ここも商店街ですね。これは何て言うんだろう、沢町ここは、これは何て言うんだろうな、沢町商店街っていうのかな。これ沢町商店街、ずっと一直線に結構長く商店街の通りが続いてる感じですね。また夜は夜で結構
どうなんだろう。街灯がつくとまた味わいのある感じの商店街の通りになりそうですよね。なんか雰囲気的にそんな感じがする、うん、一応ね街灯もいくつか点々とあるんで、あ、喫茶店ですね。昔ながらの喫茶店って感じですね。なかなか雰囲気がいいね。こういう街並み結構好きだな。なんかちょっと落ち着くっていうか。こっち行くと彦根駅だよね。でこれが駅前の通りで、これをまっすぐ行くと彦根城があるみたいですね。あ、前に外国人観光客かな、いますね。歩いてます。彦根市役所です。めちゃくちゃ立派だな、彦根市役所。ここは駅前お城通りっていうらしいですね。駅前お城通り、この市役所がある通りですね。この松の木がまたなんともいい感じですよね。彦根五条下巡回バスですって。古そうですよね。昔からある駅ビルっていう感じですね。石原ビルっていうのかな。今東口かなにいるんですけど、こっちはなんかちょっと殺風景っていう感じですね。コンフォートホテルとか、一応ねでっかいケーズ電気がありますね。あと東横インホテルですね。道路も結構広く整備されていて、かなりゆとりある感じですね。空間はね、かなり開放的